ううははダメダメ他人のチンはマジの話し3日です。これガチです。他人のも自分のも3日です。チンは、チンは等しく3日です。マンダルマンダルやっぱちょっと使って楽しいな。そろいもいけないやつはボッチってことはボッチでしょ。 ボッ,チでしょあボッチっていうか別にその人って多分そういうこと言ってる人って半分ぐらいはそもそも自分がダイヤですらなさそうなんかソロでどこどこまでいけないやつはってやつは大体ランク低くてずっと一人やってるイメージオーバーウォッチの時のイメージなんだけどそれは全然俺よりランク低いのに例えば俺がマスターで俺マスターでソロでやってた時にグランドマスター行ったんだよね 俺、ソロでやってたんだよ、オバオチ。で、グランドマスター行ってて、誰々もグランドマスターだみたいな話によくなるんだよ、コメントとかで。めっちゃ多かったのが、俺がずっとソロでやってると、スタイリッシュヌーバーはソロで頑張ってるけど、あいつはソロでやってないぞみたいな。だから大したことないみたいな。間違いなく大したことあるのに、その人より。めちゃくちゃ多かった。あ俺、結構そういう目で見ちゃってるわ。めちゃくちゃ多いっすよ。多分 エイペックスでもあるかも。あいつはソロ、ま、でもエイペックスは、ま、あわかるかも。まあ、エイペックスはね、ま、あちょっとわかるけど、わかれてるってか、間違う、間違うわかれてるわ、今は。昔分かれてなかったから。エイペックスも、うん、わ、かるわ。まあ、エイペックスはちょっとわかるな。どうだろう。まあ、ちょっと難易度違うけど。まあ、でも言うて、あいつはパーティー出ますさあいつはソロマスって。 言うでしょう。もオーバーウォッチの時はこれ変わんないんですよ。俺は5年、5年ぐらい前から変わってないんですよ、これ。しかもそれを言ってのは当事者じゃなくて、多分自分はプラチナとか、真っ最ってすらいない人たちだから。んかやっぱ多分あるんじゃないですかね。ソロであげるっていうことに、何か多分あるんだと思いますよ、見てる人たちは。 野良のランクとか。周りもみんな同じ強さなんだから気にしなくていい。そんなに細かいこと。失敗せずに常に活躍できたらそのランクにいませんよ。その人もそのラウンドだけはめっちゃ活躍してるかもしんないけどすげえ上手い人がいて。他のラウンド多分沼ってますよ。まあずっと安定してる人もいるけど、安定っつってもな、ずっと安定して最強のスカウは出してないでしょ。俺も最近真ん中ぐらいの次元で安定してるけど。 安定すること多くなってきたけど、かなり。意識すること増えてから。でも、沼るとき沼るしな。な、沼ってるし見ても、なんかよっぽど、協調性がないピックしてたりとか、そういうことされない限り、なんとも思わんな。さすが、言えよってなる。なんか、ラストピックで必須ピックとか出さなかったら、できないとか言えよって思う。<laughs> 流すなり。言わずにやるのはやめてほしい、正直。言ってくれば、なんとも思わんな。口ついてんだったらいいよって思うけど、そんないかな。 それ以外なんともプレイで何か思ったことあんまないなあんまってか全くないな俺ノラノランクやっててどのゲームでもあまりにも強調せなかったりしたら言ってくれ,ればいいのにと思う別に切れじゃないけど言えばややるのにって思うよねナイスキル離婚5秒今の <laughs> あのねダメダメクラシック俺うまいからダメダメイエロイエロメインとイエロー、メインダメ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 油断しちゃ ゴース一発ヘッシュよ顔出したら HP1 だろうと100だろうと変わんねえのよダメダメ V1 下来てる,来る残り1年めっちゃ僕近いっす あっぶねごめん、倒れんかったわ。あーぶねあ今、<当>ワンチャンワンキル取ろうと思ってたんだけど、まさか CT から2人来ると思わなかった。効率キルされるとかあった。まあ、勝ったからよし。ローン押さえてる。ショトはい 入ってくるかも、よい,いでしょと、これ。一瞬覗きます、俺。了解。入ってん。これ、エー来たか、もしかして。俺が見てない間に。ナイス、ナイス。いける。中央でキャリアダウン。敵、残り一名。あぶあ,あ取られました。今のは、エーメイン潰しちゃえば。<ー>うわ。ナイス。ナイス。 今あの A メイン潰しちゃえば相手もう進行不可能なんでメイン取ってる限り俺がショートガブリンクで覗いて GG だからよかったんだけど目離してる間にこれジェット来てるなと思ったら本当に来てたちょうど来れる時間思ってる早かったしかも来んのもうちょっと一つうわすいませんこれはバレバレでしたもう出すぎて はうまっ相手のジェットー出てきたなついにプラ,ライドバトルしてーこれ A 面以外やったらどこに来るんだろう <laughs> A 面早くもこれ A 入るわ <laughs> ごめん入られた。はいはいはい 怒ってるわこのギル何や<あ>オペレーターってあのオペが下手すぎてダメですオペ下手すぎてダメですを交代オペダメです僕やっぱこれあれっすねバンダルっすねやっぱバンダルなんだよな最近うんこちゃんがセータスパイやってたなバーンされちゃったけど あのね、カラオケするとね、あれなんですよね。あの、大体、チップを露出すると1日とか、まあ、3日で解除されるんだけど、そういう系って。一発目はね。1回は全然、普通にチンコ出して3日で帰ってきた人もいるから、1回は結構軽いんですよ。音楽の自動通報があって、それって、画面見せたのか。ちょっと待って。 なんかね、自動通報機能があってね、本配信って、配信のベースって、音消されるじゃないですか。あれって優しさで、ツイッチ運営の。あっちからけん引っかかることはないんですよ。でも、クリップの方って音消えないじゃないですか。あれね、クリップって音消えないからね、やられるんですよ。これ。俺ゼロ回っすね。1年に、あれかも。俺これ、危なかった。一番やばいとき俺これ2回言ってた。 これが、今俺ロ回数。す。これ、多分、契約が変わったかなんかでもリセットされて今ゼロ回。これ俺一回リーチ行きましたよ。これ何かというと、クリップが残っちゃって、それが自動通報機能引っかかっちゃって、ここに全部書いたんだけど、バーンされるんですよ。まあ、そこはカラオケとか配信した人に俺みんな結構伝えてんだけど、知ってる人とかが配信してたら、これ気をつけてくださいって。配信一回非公開にしてから全部クリップ消した方がいいですよって。海外の配信者でバーンされて、結構なんか、 海外の配信者ではバンされた人いた。まあ、でも、完全閉鎖ではないのかな。帰ってこれるはずだけど。ただちょっときついはず。結出すよりきついはず。音楽の著作権は。普通に、音楽は賃より重いんですよ。自分のもん出す分にはいいけどさ、人が出してるもんをさ、出しちゃいけないっていう多分あれなんでしょうね。人の音楽を出しちゃいけない。だから自分の賃出したところで別に見てる人があれなだけで、まあないじゃないですか。 他人のチンはマジな話、3日です。これガチです。他人のチンを出した人がいて、移しちゃった人がいて、ネットサーフィンとかで。チンのサイトを。それはマジな話3日です。他人のも自分のも3日です、賃は。賃は等しく3日です。チンじゃない方だったらちょっとわかんない。多分同じかな。全部3日かな。チンは等しく3日。パイはめちゃくちゃガチな話。確か3日で元々、もともと。 いや結構厳しかった厳しかったんだけど時と場合によっては OK っすねまあでも何のあれもなく出してしまったら3日食らうはずパイも男も多分食らうっすよ上半身裸は男も男女男女関係なく食られますよ3日一番厳しかった時はなんか噂では男は脇毛出したらここ脇をフルでオープンしてしまったら脇毛出したらなんかちょっと一番厳しかった時は危ないって言われてた 食らうかもって言われてさ食らったやついるって多分露出が高すぎてこういうのって今だいぶその多分男女平等じゃないといけないんですよまずで露出がやばすぎてその男女共に男でタンクトップって珍しくないじゃないですかロールでもタンクトップのムキムキの男いるしやってる人いるし今多分いいんですけど男女平等でちょっと露出が激しすぎるんじゃないかっていう多分ちょっと 配信者に女性進出のあれが出てきたからその辺の規制が厳しくなったけど一番最初もうこっからタンクロップちょっとやばいんじゃないかって言われてた露出は <coughs> 今は多分大丈夫ですねそう寝配信とかあ,あるじゃんあれ昔ダメだったんですよめっちゃ厳しいすごくないですかなんか今でこそ脱足さんとかもコロナの時に寝配信とかすげえ寝配信やってるけど ガチ、ガチ寝はダメだったんですよ、昔。だいぶだから優しくなったよ。なんで寝、ね、配信ダメだったのか知らんけど。ダメって言われてさ。許しちゃったらあれなんかな。サーバーとか重くされるのかなつけっぱなしにされて。